ブラウン管。ブラウン管は、ドイツのカール・フェルディナント・ブラウンが発明した図像を表示する陰極線管を指す、日本語における通称である。ブラウンによる発明は、陰極線管自体の発明でもあり、陰極線管を総称して、ブラウン管ということもあり、逆に受像管を CRT、仮想レイチューブと言ったりする。しかし、 例えば、マジックアイも陰極線管の一種であるが、基本的にブラウン管の一種には含めない。ブラウンによるオシロスコープをはじめとして、ビデオモニター、テレビ受像機、コンピューターなどのディスプレイなど多く用いられてきた。また、テレビの代名詞のように扱われることもあり、例えばテレビの番組などを指して、ブラウン管の向こうにといったような使われ方をすることもある。 YouTube のチューブもこの真空管に由来する。ブラウン管のスターという言葉は映画スターを指す銀幕のスターと対致されよう。ブラウンが発明したのは霊陰極管でクルックス管に陰極線によって光る蛍光面をつけたものであった。テレビ用等として一般的なブラウン管では電子銃を利用している。ブラウン管式のテレビでは スイッチを入れたらすぐ表示できるようにするため、及び加熱と冷却、通電と放電の繰り返しによって寿命が短くなることを防ぐため、いくらかの回路を通電しっぱなしにするため、待機電力を消費した。真空管時代にはこのことを歌った、ポンパという商品名もある。スイッチを入れた時に聞こえる、ブーンという音は、残留事情を生じする音である。 動作中には、非常に高い周波数のキーインという音が、特に広域の聴覚が敏感な子供には、聞こえるが、これは水平操作の音である。ブラウン管内で、陰極線の電子は、電子銃により発射、収束され、電解、または磁界により変更されて、蛍光物質を塗布した蛍光面を操作する。電子が蛍光物質に衝突すると光が放出される。 オシロスコープではもっぱら電解で、静電的に、モニターディスプレイではもっぱら磁界で変更している。ブラウン管において、磁界で変更するための電磁石のことを、ヨーク、ヨーク、ヨークコイルという。陽極に高電圧を印加することにより、陰極から放出された電子はさらに加速される。カラーブラウン管のアノード電圧は、普通に万から二万六千ボルト。 20から 26KV であり、白黒ブラウン管ではこれよりも低い。電子ビームを軌道変調するためにコントロールグリッドを備えるため、簡単なブラウン管は、真空管の分類としては三極管に分類される。さらに多くの電極を持つ複雑な管もある。ブラウン管で用いられるガラス管はその形状から、ファンネル、ロートと呼ばれる。ビデオモニターやディスプレイでは、 感面全体を操作線、ラスタと呼ぶ固定パターンでスキャンしつつ、映像信号の軌道成分に従って、電子ビームの強さを変調する。このように、画面上の任意の点の明るさを制御することにより、画像を作り上げている。この方式を、ラスタスキャンと呼ぶ。初期のレーダー表示装置では、パラボラアンテナの向きと同期して放射線上に、電子線を操作し、表示を行う。 この方式をラジアルスキャンと呼ぶ。オシロスコープでは、電子ビームの強さは一定の設定値に保ち、イコール軌道一定、ビームを任意に動かして描画する。通常、水平変更は、一定時間ごとないし何らかのトリガーで、一定速度で操作し、垂直変更は、入力信号の電圧に対応するように操作する。オシロスコープ用のブラウン管は、 テレビのものより細長く、電解により変更させる。これは、電解変更、静電変更の方が、次回変更よりも高い周波数で操作を行える、ためである。電解変更では、次回変更に比べて、ビームを変更するにあたっての因果電圧が低くできる、反面、ブラウン管を大きくした場合など広い範囲の変更を、行うには不向きという側面もある。また、 静電変更型は、大型か、薄型化した場合、高電圧化させる必要があることも不利な理由である。ただし、電源電圧の変動に関しては、次回変更よりも耐性がある。レーザー光線を用いて、大気中の微粒子をスクリーンとし、文字や図形を表示する手法があるが、それと同様、電子ビームの方向を自由に制御し、文字、 図形を直接一筆書きのように表示する、表示方法を、ベクタースキャンと呼ぶ。カラーブラウン管では、各々光の三原色の赤、R、緑、G、青、B に発光する三色の異なる、蛍光物質を使い、方形や円状、シャドウマスク管、または直線状、アパーチャーグリル管や、スロットマスクに密集して配置する。電子銃が、 RGB 各色に対応して3本あり、各電子銃は対応する RGB 各一色のドット、蛍光体にのみ電子線を発するようにする。これらからそれた電子線は発光面直前にあるシャドウマスク、またはスロットマスク、アパーチャーグリルによって他のドットに誤って入らないように吸収ないし、遮蔽される。シャドウマスクは円形。 三角形ないし六角形状に穴が開いているが、アパーチャーグリルは垂直方向に細いスリット状、スリットマスクになっている。スリットマスク同士が動いてしまわないように、水平方向に支えの線、ダンパーワイヤーが入っている。アパーチャーグリルのブラウン管の画像をよく見ると、その線が観察できる15インチトリニトロン管の例では、画面の上半分と下半分の中間に1本、 また17インチ以上のモニターでは上下3分の1周辺に2本のダンパーワイヤーが見られる。アパーチャーグリルを使うブラウン管の代表的なものとしてはソニーのトリニトロン管や三菱電機のダイヤモンドトロン管がある。なお、シャドーマスクは電子ビームが通過する穴を小さく密集させるほどに同一面積で電子ビームが遮られるマスク面が広くなりがちで画面が暗くなる。 技術的限界ことから高解像度としが与ため、一般のテレビ受像用はともかくハイビジョンやパソコン用ディスプレイではアパーチャーグリルを採用したものが広く使われた。アパーチャーグリルは縦方向に区切ったマスクを吊るす構造であり、振動や加熱による変形によって色のにじみに弱い。これらを改善するため、スロットマスク方式ではマスク開口を横方向にも区切ってる。 しかし、この区切りにより、軌道が低下する点がある。スロットマスクを採用したものは、NEC のクロマクリアクダがある。電子ビーム形状は、それぞれの方式に対応した形状となり、結果として、表示面に映る、ドット形状もこの形となる。すなわち、シャドウマスクは、円形や三角形、六角形となる。アパーチャーグリル,ルは、 スリットマスクが縦長であり縦方向のドット間には仕切りがないため、縦方向のみ自然なつながりとなる。スロットマスクは縦長の長方形となる。外回りはガラス製なので、蛍光帯で発生した光はモニター外から見えるが、特にカラーブラウン管において、高エネルギー電子線の衝突により発生する危険な X 線を遮る必要がある。このため、 ブラウン管用のガラスは鉛ガラスが用いられる。これ以外にも遮蔽板や濃度電圧が上がりすぎないような保護回路があるので、最近のブラウン管からの X 線放射は安全基準値を重視賜る。ブラウン管は三極管の特性を持つため、電子ビームと発光強度の間に指数的な特性がある。この指数に数式ではガンマをよく使うことからガンマ値と呼ぶ。 この曲線、ガンマカーブは、ベイバー・フェヒナーの法則により人の視覚の特性とだいたい一致することから好都合であるが、デスクトップパブリッシングなど再現性が重要な分野では、ガンマ補正により、元データの意図にできるだけ一致するよう調整が必要である。多色表示の方法で記述したように、シャドウマスク、またはスロットマスク、アパーチャーグリルによって誤って、 他の色のドットに電子線が入らないようになっているため十分にドットが小さければと感覚に関わらず操作線周波数を変えることで複数の解像度に対応する。複数の解像度に対応したものはマルチスキャンディスプレイと呼ばれる。ブラウン管に磁石を近接させると管を構成する金属部品や上着膜が退峙して内部の電子ビームに歪みが起こり まさしく動作しなくなる場合がある。特に、鉄製のアパーチャーグリルや、シャドウマスクを採用しているものでも、これらマスクが自家すると、色ずれを起こしやすい。色ずれの影響が目立ちやすいコンピュータ用ディスプレイでは、正直脳を内蔵しているものが多いほか、内蔵していない場合でも、テレビなどの正直に用いる、専用の正直もあり、高速で磁場を反転させながら、 徐々に磁場を弱くすることにより、体重を消失させる。正直は作動させたら、画面上で円を描くようにしながら、次第に遠ざけることで磁気の影響を気にならない程度に、軽減させられる。熟練を要し、失敗のリスクを伴う方法だが、永久磁石でも、上手に一定速度で、画面上を動かしながら遠ざけることで、生じすることも、原理的には可能である。基本的に、 ブラウン監視用機器のそばにスピーカーやモーターといった時期を発するものを設置するのは避けるべきである。ただしこれらの影響を与えないように防止機能を持たせているものは影響が無視できるほどに小さくなっている。社団法人電子情報技術産業協会 JEITA の発表外部リンクの不思参照によると日本における一般 PC 向けの CRT 需要は 2005年度でほぼ消滅。印刷物に対して忠実な色再現性が求められる DTP 分野以外は完全に液晶ディスプレイ、LCD に置き換わった。世界でも縮小傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。